いや常にお客さん戦いだったりもするわけですよ、ファンの人と。引退して作らなくなるっていうことを忘れた人たちの集まりなの、うちは。すごくなったらきれいですよね。俺これ好きだね。それが大人ってもんだ。感情があんまり出ないのか。龍が如くスタジオ、生まれ変わる龍。2011年の発足以来、数多くのシリーズ作品を世に送り出してきた龍が如くスタジオ。そして2021年10月、横山正義を代表制作総指揮とする新体制。シリーズ1作目から脚本演出として作品に携わってきた横山。スタジオのトップとなった心境を尋ねてみると、なんかそのどうですかって、その代表になってから何か変わられましたかとかね、変わんないよね何もね、使える経費が増えたぐらいだよな、なら、そう何も変わんない。実はそのゲーム開発においては、まあ、新体制になったからってなんか大きく作り方を変えたとかっていうのは実際特になくて、かなりスタジオの規模もどんどん大きくなって、若い人たちとかもどんどん入ってきて、今までこうベテランが中心に作っていた部分もどんどんこう若い世代にこううまくノウハウを共有しつつ、若い人のセンスがこう盛り込まれていくみたいな、やっぱこう同時に世代交代みたいな部分もスタジオ内ではやっぱ続けてきてて、一作目から作ってる人なんてもう10人もいないでしょ、入れ替わり立ち替わり、例えば今ディレクターやってる堀井も龍が如く2の時に入社してるわけですよね、それでもキャリアも16、17年とかなっちゃうわけだから、その世代が交代されていくわけじゃないですか。で、新しく入ってきた人たちの中にはもう小学校の時に初めて遊んだとか、そのお父さんがやってるのを見ていいなと思って入ってきたとか、そういうことになってくるんですね。長いシリーズってもう作りたくて入ってくるっていう人たちが例えばいるから、そういう人たちにとってやっぱ誇れるものでありたいっていうのは、そこはやっぱすごく強く意識しますよ、メンバーが入れ替わりながら時を重ねてきた龍が如くスタジオ、新体制となったことである変化が。新体制になってからやっぱりこう世の中の人たちがこうどう変わったのかっていうのって商品で判断されるじゃないですか。だからすごいやっぱ下手なもの作れないなっていうところはより強まって、やっぱそのこだわるところはやっぱとことんこだわったりとか、妥協はしない部分だったりとかは、すごい気合が入った状態がずっと続いている。2021年末、龍が如く最新作の開発が本格スタート。ドラマシーン作りの基盤となるモーションキャプチャー収録。キャラクターを演じる俳優たちの体の動きをデータ化していく。シナリオができて一番最初にやるのがモーションキャプチャーですよね。そうですね、コンテ起こした後に、だから音声収録より早いタイミングでモーションキャプチャーを撮る。モーションキャプチャーの初日が一番、今回ってこういうゲームになるんだみたいなのが分かる瞬間、映像的には、でここで撮ったデータでシーンの尺を完全に決めて、でそれを元に劇伴つって BGM も作る長さが全部決まるし、これがだから起点みたいな感じになるはなるんですね。よーい、スタート。何やら大掛かりな階段の建て込みが始まった。春日がハローワークに最後挨拶したんだけれども、もう噂が広まっちゃって、あまり
いい別れ方できてなくて、で彼の中でも傷ついてる部分、があるんだけど、前半階段降りてくる途中まではその気持ちを引きずって、で途中で、まあ気持ちを入れ直して元に戻るだけだと、っていうところで気持ちを切り替える、でまた降りていくっていうシーンになります。演じるのはアクション俳優三本正則。シリーズ2作目からモーションキャプチャーや表情を作るためのフェイスアクションなどに携わってきた。春日一番の心情を体の動きで表現していく。果たしてゲームの中ではどんな仕上がりになるのか。着々と収録が進められる中、横山の演出へのこだわりが垣間見えた。そう、そうですね。実際そうなんだよ。人の顔ってそんな見てないんだよ。それがうちの多分シリーズのいいところだし、出せる出なかった。それはちょっとやってみてもらいたい。バトル前じゃないですか。これでもかってだけど、視線を合わさないっていうものを結構コンセプト減ってるわけじゃないもんね。だからリアルなもん、はい、ちょっと楽しみがまさにそうだな。こう敵対してて、こうなんか対峙してて睨み合うシーンってもうある意味フォーマットはあるし、でお決まりのやっぱカタルシスっていうか、こうカタルシスを得れないといけないから、決まりきったというかお約束的な楽しさって当然あるんだけど、そうじゃないところってこう気を抜いちゃうとね、ただの棒立ちのシーンになっちゃう。で俺は昔からどっちかっていうと動いてるシーンよりは静かなシーンの方がこだわりが強いから、座って喋ってるところとか、で今日だって一番頑張ったのなんかみんなで飲み会やってるシーンだった。ああいう日常をどれだけ、はいはいはい、その日常っぽく描けるか、はい、の方が一生懸命やるかな。数多くの現場を経験する三本はこういう。ちょっと大きくするんですけど、でも留学とシリーズではしてます。それも普通に やっていいって言ってくださってるので、ね、ちょっとでかなり独特です。他のモーションキャプチャーの、まあ、作品とは留学の私立だけとは違うな。なるほど。思いながら、やらせていただきます。そんなリアルさへの追求が生んだ名シーンと言われるのがこちら。ジジイ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分でつながっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。今回もさまざまなシーンが生み出されていく。その第一歩を踏み出した龍が如くスタジオ。これの工程が進みながら音声収録も入ってくるでしょ、でフェイシャルのモーションも入ってくると、顔の動きこれから彼が作る、自分の彼はこれから自分の体の動きに対して中谷くんが一番の声を当てて、でその声を受けて中谷くんの声に合わせてフェイシャルの演技をやる。まずモーションキャプチャで体の動きのデータを取った後、音声収録でキャラクターの声を作り、その声に合わせて顔の動きをつけていくのだという。ここ面白いですよ。中谷くんに一回自分の体の演技パスして中谷くんの演技聞いてで泣いたりしてるもんね。もうそうです、そうです、そうです。あれね、前回なんか中谷さん結構ね撮影の現場にいらっしゃってくれて、はい、あ今もねそうそうそうで中谷さんは三本さんのモーションの演技を参考にして
声を作る。でその声を参考に顔を作る。どっちが先かわかんない。こんなことやってんのね。龍が如くチームぐらいだと思う。ゲーム作りの起点となる工程に取り掛かった今、その思いは、うわー始まっちゃったんだっていう感じがしてる。でこっから先の大変さが分かってるから。だとね、今日を皮切りにもう止まれなくなりましたよね。そう、後戻りができない日だって。ゲームのファンの一人でもありますので、あの面白かった前作を超える作品に俳優として頑張りたいなと思ってます。龍が如くスタジオの戦いは幕を開けた。2022年1月、龍が如く最新作1回目の音声収録が行われた。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。春日一番役、中谷和弘。シリーズ1作目から声の出演を続けてきた中谷と新体制の話題に。でもまだ3ヶ月でしょ。まだ2ヶ月ちょいとかなんだよ。で3ヶ月とかじゃん。遠い昔のように感じる。昨日もなんか宇都宮さんとさ、どうそれからって、はい、まだ時間そんなに経ってないけどって言うから、そんな経ってなかったでしたっけって話をして、遠い昔のように、いや遠い昔のように感じてますよって言ったら、それは横山だけじゃないって言うから、いや案外現場もそうじゃないですか。そうでしょ。もう慣れたでしょ。いや慣れました。和やかな雰囲気の中、収録がスタート。室井康さんを会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。相違ありませんか。では室井康さんにお勤めだったということと、その立派な彫り物とを合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。気になるのは、はい、例えばこの室井康さんを会社都合により退社と書かれてますが、これはみたいなとこあんじゃん。はい、こことかって資料を見ながら言ってる、いう感じがしない。あ、なるほど、なるほど。資料を見ながらこう説明するというか話してるわけでしょ。はい、とやっぱ目で資料を読んでる時は多分もうちょっとゆっくりになったりとか、はい、うん、があると思うんだけど、ずっと同じスピードで綺麗に読めちゃってるから、はい、うん、なんかそこはちょっと なんだろうな、作り物感がちょっと出ちゃってる感じするね。わかりました。うん、もう一回ドア頭からもう一回やるか。はい、うん、室井康さんを会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。相違ありませんか。例の噂とは。止めろ、ちょっと一旦切らして。はい、ね、はい、全体的に親身すぎるよ。あのね、はい、相手がイラつくんだよ、うん、この対応をしたことによって相手をイラつかしたいわけ、はい、なんで例えばだけど、では室井康さんにお勤めだったということと、その立派な彫り物と合わせて考えますと、みたいな、こう分かる。あえて、はい、ハロワで大きい声で明るく言うっていう。あ、なるほど。そうすると、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんかって、とだったらなんだよって、多分こう佐々木はちょっと周りの目を気にしながら、はいはい、ちょっと多分こうなんつうんだろうな、空気読まないか、はいはい、うん、があった方がいいの。でこれわざとやってんの、ね、そういうこと。相手を試してるわけだ。はいはい。春日の心情を表現するため、おのずと演出の熱も高まっていく。では室井康さんにお勤めだったということと、その立派な彫り物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。そのことを履歴書に記載する必要があります。はい、であればまず履歴書を書き直すところから始めましょうって、なんかこれ逆になんかこう、なんつうの、一緒に頑張ろう、一緒に頑張ろうみたいなノリの言い方にしてほしいんだよね。あ、はい、うん、ちょっとこれそれその感じでここだけ一つくる。はい、
であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか？あれば求人の幅が、うん、ありがとうございます。いただきました。はい、ありがとうございます。まあ音声収録は昔から熱いっすよ、うちは。うん、だいたい書いてたり作ってる本人が直接撮ってる現場なんてないと思うよ。うん、音感外のプロの人がいて個別でやるので、それに対して後ろでプロデューサー席みたいなところにいる人が、あだこうだちょっとここ直してよっていうのが普通だから。そう、普通はしないという声の演出までも自ら行う理由は気持ちで来るから、うん、声優の声の出し方じゃないんだよね。原稿を読むっていうんじゃなくて、覚えてきたセリフをその場で芝居として舞台のようにやってるっていう方だから。声優とともに物語を作り上げるため、音声収録の現場で直接演出をするのだという。ダイレクトなんでね、うん、それがもちろん嫌だっていう声優さんもたくさんいますよ。うん、気持ちよくやらせてほしいっていう人もたくさんいるからね。うん、俺もこうしてほしいっていうのをダイレクトに言ってきちゃってるから、うん、ただある程度みんな覚悟の上で来てくれてるとは思う。そう、関わる人たちのその覚悟が龍が如くの物語を重厚なものにしていく。ありがとうございます。ではこのシーン一つ。俺もどっと疲れたよ最初のシーンで。いやいや、ではなんかゼロの真島を思い出すな、やっぱ。あのキャラが変わってさ、はい、あそこもめっちゃ時間かかった、ね、あの普段やらない演技じゃん、はい、そうですね。そう、いや、やっぱそういうもんなんだよな。1回目の収録を終えた中谷に意気込みを聞くと、いやもう正直意気込みというか、だいたい鼻息荒くして臨むとこう帰り道にあるの会うのがあのいつものことなんですけどね。まあそういう意味で言うと、まあ、もちろん気合はあるんですけど、なんかそこはこう空回りしすぎないように一番を再び楽しんで、あの一番とまた楽しんで冒険できたらいいなと思っております。はい、まあ、今回龍が如く8ということで、改めて龍スタジオの、体制も変わったりと、また龍って生まれ変わる生き物と言われてまして、そして命を司る生き物とも言われてます。そういった中でですね、新たに、まあ、脱皮といいますか、新たに生まれ変わった龍が如くっていうものを、もちろんそれが変わらないものもあったり、そして龍自身が一体どういうテーマのもとに行われているのかっていうのがまた一つ確認できる作品になっていると思いますので、ぜひぜひこの昨今ですね、なかなか生きる性っていうのを感じるのが難しい世の中にはなってますが、ぜひ生き生きと生命みなぎる形で皆さんにですね、龍8をプレイしていただきたいと思いますので、我々一生懸命命を吹き込んでおります。どうぞご期待ください。生まれ変わる龍、一体どんな姿を見せてくれるのか。次回、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。お元気そうじゃない。お、もう撮ってんですか、これ。これからです。ちょっと今日常に撮影させていただこうかな。あら、やらしい。こんにちは、黒田孝也です。シリーズ1作目から桐生一馬を演じ続けてきた黒田孝也が登場。これは流せないでしょ、さすがに。相当やばい。ダメを取っちゃう。